げえ、青切符ゲットざけんなよ。いやー、6000円ですか。この免許更新して有料ドライバー目指そうっつった矢先に。ああ、じゃあ今日休日だから平気だわと思って入ったら、あ、すいませんって、そこにうじゃうじゃいた警察が、どうやら美味しいスポットだったみたいで、5、6人いて、すいませんちょっと寄せてくださいって言われて、なんだと思って、まさか俺かと思って、今日ちょっと通行禁止なんですいませんって言われたから、え、なんでですか、あ、今日土曜日なんですよっつって、あって、確かに俺の中では休日だけど、日曜休日ってそういうことかと思って、そういうことねと思って、俺は普通にそこでまあ納得して、あ、土曜日は日曜休日に入らないなっていう感覚だったんで、あ、なるほどってなって、素直に従ってサインしてたんですよ。そしたら後ろから軽自動車のおじさんが来て、はい、すいませんなんて、あれ俺ちゃんと確認しといてきたよって、日祝標識だって今日休みじゃんとか言って、いや今日土曜日なんで日曜日休日にはならないんですよとか言って、あ、それはお巡りさんの主観でしょとか言ってて、だってそんなのさ、一般的な常識とかしておかしいだろうとか言って、ちゃんと俺は確認して帰って、それは俺は納得できないねとか言ってムッとして、なんかいろいろ言ってたの、いやいや、いくらそんなこと言ったって無理だよおじさんとか思ってやってたんですよ。で、なんか処理をして俺が先に終わったんで、あ、俺はもうじゃあ帰ろうってか行こうと思って、こっからこの道路から出るときに後ろに出ればいいんですか、それともまっすぐ行っていいんですかって言ったら、いや、どっちもそれが押していただいた、出ていただくことになってしまいますとか、その標識期間外まではエンジンかけて乗っちゃダメで、すみませんけど押していただけませんかっていうふうに言われて、押して歩いてたんですよ。そしたら俺の後ろからビューンってその軽自動車が抜いてって、あれちょっと待ってと、俺がサインしてその紙を書いてなんかいろいろ処理する時間を待ってる間におじさんが来て揉め始めて、なんでおじさんの方が俺より早く終わって先に走ってってんだ、あのおじさんごねたら結局得したのかと思って、ちょっと待ってくれよと思ったんだけど、もう遅いから、あ、もういいやと思って、なんなんだよそれは一体、俺だって納得いっちゃったんだよな、でも納得しちゃったんだよな俺は。そりゃないべ、さすがだよ神奈川県警、ブレまくりだぜ、一体何なんだよ、俺はダメでおじさんはいいのかよ、そんな素早く処理できたのか、おじさんの処理が俺の半分の時間で済んだのか。でもよく考えたらさ、車は押すわけにはいかないからエンジンかけて走っていっていいわけでしょ、バイクはダメなの、いや、まあ押せますけどね、押せるけど、なんかその辺もしっくりこないっていうか、まあわからなくはないよ、車は押せないから仕方ないからエンジンかけていいですよ、でも押せるもんはやっぱ押して出てください、だからバイクは押せと、まあそう言うんだろうけど、もし聞いたらね、まあ、分からなくはないけどさ、その理論もなんかしっくりこなくて、今おじさんみたいに怒りに任せて発信すればよかったんだな、おじさんだってくるくる、まあ、くるくる、その俺を抜いてた後に対向車にペッつって、あそこでおまわりやってる、土曜日は休日なんだってよとか言って、あそこで待ち構えてるぞてまた10メートルぐらい進んでもう一回対向車にプッて、ダメダメダメとか無事故無免許早くもう終わり、ゴールド免許の道立たれたもしかしてあざけんなよ、これはどういった怒りなのかちょっとわからない、己のボンミスのせいなの の怒りなのか、なんか怪しい対応してる神奈川県警への怒りなのか、分かりにくいよ、日曜マジ危ないからそれ T だイラ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 静まって、俺のイライラ動画撮ってんだからね、やっぱ大人な感じでやんないと、何、なんか幸せなことを考えよう、ケーキ食べたいな俺幸せなこと今とっさに浮かべたら、ケーキ食べたいって
乙女かよ。乙女より乙女か。ケーキなのかよ俺の幸せって。ちょっとやばいな。はあ、罰金6000円ですか。そうですか。クソが。ちょっとでもどっちなんだろうって不安に思った時は絶対止まろう。止まって携帯で調べよう。日曜休日、そしてカレンダー開いて土曜日、土曜日は日曜休日に入るのか。入りません。だからダメです。クソが。スリップ注意。クソが。大崎急勾配するか。クソが。5% だろ。クソが。この先信号ある。それあるだろどこにでも信号は。クソが。荒れてる。荒れております。クソが禁止にしよう。ここまでと延々いけるな。ニコニコ。ヘルメットの中で作り笑顔をしよう。ニコニコ。なんだよ眠いな、めんどくせえなと思いながら出たのに。はあ、家にいればよかったよ。疲れて。あのね、オイル交換しなきゃしなきゃと思ってずっとしてなくて、せっかくだったらね、天気もいいかな、出かけようかなって思ったんですよ、バイクで。気分転換に。ちょっとなんかささくれてたんで気持ちが。だけど余計ささくれて、ガッサガサになってしまいましたけど、ご覧の通り。俺今ガッサガサ。心がガッサガサ。はぁ、ガッサガサ。最近あの、犬が苦手だって、苦手なんですよ。ここ2、3年で犬が苦手になっちゃって、小さい時からよく犬飼ってて、何匹か飼ってたんですよ犬、猫も。なんか 2,3 週間預かるみたいなやつとか、1ヶ月ぐらい飼ったことがあるとか、そういうの何回かあって、それよくわかんないんですけど、今考えると、あの、まあ、俺家族の話は基本 NG なんですけど、年の離れた姉貴がいて、兄弟何人かいる、何人かいるのかな、いないのかな。無駄に秘密。ちょっと調べよう道を。そうなんですよ、あのその年の離れた姉貴が昔、どうやら俺は知らなかったんですけど、どうやらちっちゃい時に俺がね、なんか怪我してる猫とか捨て犬とか拾ってきちゃう少女だったらしいんですよ。その俺の姉貴がね、拾ってきちゃうガールだったらしくて、当時で拾ってきちゃうガールで、多分拾ってきちゃって、でもうちは飼えないって言って、しばらく飼い手が預かるまで多分探して、もらい手が見つかったら多分出したんじゃないかなと、今大人になってみると予想してる。そうやって長年犬を飼ったこともあるんですよ。でも10年ぐらい、全然犬は苦手意識がないっていうか、むしろ猫も飼ったことあるけど、犬と猫だったらどっちかって言ったら犬派だったんですよ。懐くしね、頭いいから。だけど急になんか、あ、平気なんだな、いつも通りかなと思って、パーってやろうと思ったら、わーっつってすげえ牙むき出しにして、あの般若みたいな顔するとやるじゃないですか、犬が豹変して。あれを味わってからなんかちょっと怖くて、怖いっていうか、なんか傷ついちゃって、俺ショック受けちゃって俺。怖いっていうか、なんか傷つきたくない、もうってなるから。すごい慣れてる犬、もう俺に確実に俺に懐いてるなっていう顔見知りの犬は、顔見知りっていうか、まあそういう犬は平気なんですけど、全然知らない犬は俺に懐いてない、懐くかどうか分かんないから怖くて、なんか少し苦手で、あ、俺苦手なのかって気づいたら、だんだん苦手になっちゃって、あんなに犬平気だったのに、何とも思わなかったのに。で前になんか静岡の大井川っていうところでツーリングに行った時あったんですけど、映像にも収めてるんですけど、
あ、犬がいると思って、最近ちょっと犬俺苦手なんだけどな、でもちょっと撫でてみようと思って、撫でようと思ったら、あうってやられて、まだやられちゃって、それで深く傷ついた。あ、俺やっぱり犬、怖い。ダメなのかもと思って、悪循環してるんです、今。すっかりね、あれ以降なんかね、四国ツーリングの時に犬がいたんですよ、ガソリンスタンドに。その犬はね、平気だったんですよね。やっぱこのベージュの色と同じで、なんかお揃いみたいな 犬だったんで。その苦手をね、俺は割と克服したがる方なんですけど、苦手なことがある場合よね、ちょっと克服したい。好きじゃなさそうなやつ、あんまり懐かないやつ、あまりそうなやつ、なんかあんまり犬が最近なんか苦手になっちゃって、逆におっとり系の子で言うと、そうですね、あずさちゃん、あずしくんとかですね。ちょっと分からない。一番大きい、なんか、金がどうですか？あずさちゃん。飲ませた方がいい？疲れてるようでしたら飲ませてあげるようにしてください。でも1時間に1回か2回は飲ませてあげるようにお願いいたします。すごいです、はい、もしあれでしたらなんかお皿とかに入れていただいても大丈夫なんですけど、はい、いい子にしてるんだよ、あなた克服の日なんで、おー、ちょっと早いね、ちょっと早いね大丈夫ですかね、はい、最低でやるか、おー、ちょっと待って、待って、怖いね、あずさどうした、あ、なんだ、何がしたいの、あずさ何がしたいの、俺わからないよ、怖え、あずさ怖い、俺、あ、ちょっと待って、寒いの、皆さんこれは一体何なんでしょうか、この間の時間は一体何なんでしょうか、あずさ寒いの、ちょっと待って、俺初心者だから、あずさ行こう、何だったの、あずさ何の時間だったの、もしかして おやつくれってやつ、あずさどうした、あずさ日産スタジアムそこだけどどこまで行くの、明らかにお前が主導権握ってるよね、俺散歩させられてるよね、これ明らかにお前餌狙ってるだろう、あずさちょっと待って、水手でやれって言われたんだよな、これか、いらねえのかよ、俺のでびしょびしょじゃねえか、俺の手が濡れただけじゃねえの、行くぞあずさ、
朝早いね。こいつがお菓子を求めた時はあげないけど、俺があげたくなった時にあげる。あずさ、顔が怖いよ、食べてる時の。あ、怖い怖い。水飲むか。飲む。いらない。はい、いらないね。いらない。わかりやすくていいね。はっきりしてるね、白いくせに。やっぱ白黒はっきりしてんの。全然俺の方見ないな、あずさ。はいはいはい、ちょっと待って。大変だな。あずさ、あずさ、あ、来た、あずさ、あずさ、ふわふわじゃん。あ、帰りたいの。なんでさ、目ショコショコしてんの。ちょっと待って、お菓子あげるから。そう、やべえ、くしゃくしゃになっちゃった。はいはい、これ好きなのか。食ってる時に顔が怖いんだよな。めんどくさいから今全部食う？はい、食ってる時に顔怖いよ。やっぱ後でね、水飲もう。なんで水の見ると逃げちゃうの？お、ね、お前って何プードル？ただのプードル？あずさプードル？おい、あずさプードル？あずさプードルって何プードルなの？仕方？あのさ、なんか俺がめちゃめちゃ甘やかしてるやつみたいになるからやめてくんない？すんげえ甘えさせてるやつみたいになってるじゃん、一人で。なかなかいいやつだな、お前。すんげえ汚れてるけど。寒いの？水飲まないもんな、お前。あのさ、また来た。おー、ちょっと。待って、なんか暑さがぐるぐるするから紐が絡まりまくってんだけど。暑さ、ちょっと待って。さあ、お前のそのよくわかんない目を細めた表情が何を意味してるのか俺にはわかんねえよ。出たよ、このなんか甘えさせてるやつの図。俺に何を求めてる？眠いの？なんで水飲ませようとすると怯えてどっか行くの？ほら、水だぞ。水飲め。あずさ、あずさ、明らかに仕方してるだろそれ。どう見ても水嫌がってるな。さっき呼んだら来たのにな。あずさ、あずさ、水は？はい、いらない。水はいらない。ほら、あずさ、水は？水いらないの？
全く飲まない。はい、俺の手がびしょびしょになるやつ。何これ何これ、俺犬こうやって散歩させてるやつ見たことないんだけどこんな散歩いる、みんなの周りに。やべえな、俺甘々飼い主みたいに見えるからこんな散歩ないだろう。てか散歩じゃねえだろう。これ今一体何の時間なんだよ。ああでも俺のガサガサしてた心が癒されていくよ。あずさありがとう、芸達者だなお前、プロだな。すごいことになってるよあずさ。あずさお前モテるだろう。あずさお前人間界でモテて犬に生まれ変わっただろう。すげえ絵面だな、あずさの丸い背中。あずさそろそろ行こうか。あずさ、あずさ、やっぱあずさっていう名前はいいやつが多いのかな。やっぱあずさはいい子だな。行こうか、でもそろそろ。はい、お疲れ様です。はい、はい、じゃあこちらお返しいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫でしたか。なんとかなりました。ちょっとあれでしたけど時々だいぶ良くなりました。またはい、お待ちしております。ありがとうございました。あのね、よかったけど、とりあえずこの緊張感からの解放とストレスに対する緩和ということで早急に甘いものを買いに行きますいやを摂取して落ち着きました。精神的にストレスが。俺としてはなるべく懐かない犬、やっぱ克服しに来てるから、なるべくやんちゃな、なんか暴れそうな危ない怖っていうような犬を求めたかったんだけど、それをあんま言いすぎると失礼になるから、一番大きいのを聞いて、おすすめを聞いて、あずさっていうメス犬、メスの犬にしたんですよ。何犬かちょっと分かんないんだけど、あずさがね、なかなかプロだったね。いやあれはすごいね、やっぱプロだわ。甘えたりリードしてくれたり時々目を細めて何か物憶な表情して何を訴えてるのかわからなかった。ごめんね、俺にはちょっとわからないよ。お前の憂鬱、お前の安入俺にはわからねえよ。たまにはこういう客もいるってことをあずさも覚えてくれよ。みんなね、ああかわいい犬、ワンちゃんワンちゃんキャッキャッっていう犬、あればっかじゃないから。まあ、結果として、まあ、やっぱりプロだから、犬ももう慣れてる犬だからね。平気だったとはいえ犬が慣れてる犬だから、克服できたかどうかっつったら克服できてはないでしょうね。意味あったのかな、ちょっと分かんないな。相手がプロで人懐っこくてスイスイ来て、最初ちょっとおっ怖っと思ったけど慣れちゃって、そしたらもう俺のことを知ってる犬になっちゃうから、見知らぬ犬への恐怖がこれでなくなったかといったらそうでもないんだよな。でもまあトライする環境としては一番いい環境なんじゃないかな。だからチャレンジする、見知らぬ犬にチャレンジする環境としてはこれぐらいしかないような気がするんで、どうしようもないんですよね。相手がプロだから余裕でしたってなっちゃうんだけど、まあ仕方ないね。この環境の中では平気でした。ただそれがあずさだったから平気だったのか、他の犬だったらどうだったのかわからないけど、あずさ可愛かったね。なんかあの犬の種類なんていうのかよくわからないけど、ありだな、おすすめしますよ。あの横浜トリマー、なんだっけ、横浜トリミングスクール
っていう学校が新横浜にあるんですよ。料金はね、初めての人は入会金が540円税込みで、レンタル料も1時間540円税込みね、500円の税込み、2時間だったら1000円、レンタル料はね。ただ1日借りるんだったら2000円ってかなりこれリーズナブルなんじゃないですかね。まあ、ただ一つ言いたいのは、皆さんの場合はそういうこと、俺の場合は通行禁止違反してるんで6000円そこに上乗せされるんで、今日だから1080円プラス60円で7080円ですね。そこそこ、あずさ1時間連れ回すのに7000いくらかかってるんで、そこそこかかってますよ。うっかりしない皆さんは多分平気ですよ。うっかりしちゃう系の人たちはもしかすると8000円ぐらいかかるかもしれないから気をつけて。マジで土曜日は休日じゃ、そっか、あ、俺のガサガサの心がちょっと潤ったんだけど、思い出すとな。さっきまあアイス食って落ち着きましたけど、一応ねシュークリームも買ってあるから1個じゃ足りないから甘いもの。俺の中でやっぱね、見知らぬ犬と1時間過ごしたことによるストレスへの甘さの量はね2個必要だね。犬が苦手な人に限らず、普通に犬が好きだけど飼ってない人とかいいんじゃないかな。あと犬飼ってるけどちょっと違う犬も触れてみたいとか、なんか赤ちゃん犬、赤ちゃん犬、子供犬なんていうの、そういう犬もいるみたいだよ。バイクで来てもいいけど、車でどっか連れてったりとか家に持ち帰るとかもういいらしいからね。お泊まりとかもあったけどよくわからないっす。まあ適当。ああ帰ってシュークリーム、あ、じゃないや、オイル交換だった、危ねえ、疲れちゃったよ、オイル交換します。それではじゃあな、あずさ、あずさ元気で暮らせよ、あずさ。